おはようございます。9月19日火曜日の東京インフォメーションです。東京都は今年度の明日の東京プロジェクトの参加者を募集しています。明日の東京プロジェクトでは3つの参加型イベント、多摩グリーンツーリズム、東京島ネイチャーツーリズム、東京ランタンセレモニーが行われます。イベント第1弾、多摩グリーンツーリズムは農業体験や地産食材の試食を通じて東京の農業の魅力を楽しみながら体感するツアーイベントです。来月14日土曜日午前10時から午後4時の予定で、集合場所は立川市にあるスマイルキッチンです。参加を希望する人は特設のホームページから来月1日日曜日までにお申し込みください。定員は40人程度で、応募多数の場合は抽選になります。都では東京農業アカデミー八王子研修農場の研修生を募集しています。東京農業アカデミー八王子研修農場は、新たに農業の仕事を希望する人を東京農業の担い手として育成するため開設された施設で、農産物の生産から販売まで実践できます。東京の農業を熟知した指導員や外部講師による農業全般に関わる座学研修から実践的な実習研修が行われます。募集している第5期研修生の研修期間は来年4月から2026年3月までの2年間です。募集定員は5人程度です。ホームページから11月7日火曜日までにお申し込みください。研修生募集に合わせて参加費無料のオンライン説明会が今月23日土曜日の祝日に行われます。22日金曜日までにホームページからお申し込みください。消費生活について楽しく学べるクラッシュフェスタ東京2023が開催されます。メインシンポジウムは来月6日金曜日に東京ウィメンズプラザホールで行われます。参加を希望する人は申し込みフォームから今月25日月曜日の午後4時までにお申し込みください。交流フェスタ2023は来月22日日曜日と翌23日月曜日に新宿駅西口広場イベントコーナーで行われます。出展団体による消費生活に関する情報提供をはじめ、ワークショップ、クイズラリーなどが行われます。その他、地域企画の講演会が多摩と八王子の会場で11月に行われ、東京の頑張れ農業応援企画は食と農セミナーが12月6日水曜日にホテルエミシア東京立川で行われます。いずれも参加は無料で事前予約制です。詳しくはホームページをご覧ください。東京都では節電アクション HTT を呼びかけています。ポイントは電力を減らす H、 電力を作る T、 電力を貯める T です。都では環境負荷の少ない地球の明日を考えた車や乗り物、
ゼロエミッションビークルの普及を促進しています。ゼロエミッションビークルの購入には導入には車両購入費用を助成する制度もあります。ここまで東京インフォメーションでした。